はい、では2019年11月21日、本日の仮想通貨時価総額と上位10トークンにドル円の相場考察します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、前日から3ビリオンぐらい減少したアメリカドル換算の220ビリオンと、珍しいことにキャッシュとテザスだけプラスで他がマイナス。テザーはまあね、これぐらいの数値ならまあプラマイゼロぐらいに捉えていいですけど、バイナンスが 4% ぐらい、ステーラ、カルダノ、トロンも同じく 4% ぐらいやられて、時価総額的にはじりっとした減少ですけど、まあ、ビットコインがねそんな大きく動いてないからと思いますけど、まあ、絶対的にねじわ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 ねボディーブルーにポン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 お腹叩かれて多分やられとんじゃないかなと想像しつつ、日本円換算の時価総額を言ってもこちらも本当にじりっと減少した23兆7869億。では順番に時価総額1位のビットコインから見ていきましょう。週足20目右下向いたまま120円の角度そんな変わりなく、値動き的にはめちゃくちゃ大きくってことはないですね。87、それでもあれか、若干減少しとるところか。ただやっぱここら辺を抜いていくところでしょうね。それが一番本当大きく拍車かけて下がってくんじゃないかな想像してますわね。どこら辺で下げ止まるのかはまあね誰の手にも分からんですけど、それで冷やしいきますと20目右下角度変わらないまま、前日とはそこまで大きな動きはしてないですけど、それでもねこの局面を打破するような、ね、動きではないですわね。かといって大きく下げていくわけではないですし、ビットコインはそんなに本日は動いてないんだけど、アルトコインが割と動いたのかなーという前日換算からの印象ですよね。4時間足いきますと、これが本当ね毎度のパターンですよね。大きく下げた後レンジっぽくなって、要は上下幅の範囲少ないところで値動きしながら、この右下向いた 20MA とひっついてどうなるかってことですよね。これが冷やし換算の向こうでいう 20MA だから、もう乖離が離れすぎの感じで、もうそろそろっていうような感じもしないでもないですけどね。ただ次ここでひっついてどうなるか、さらに冷やしの20またそこでひっついてどうなるかですよね。私的にやっぱそこをね指標にしてますんでというところで、はい、ということで次はイーサ。こちらはビットコインと打って変わって前日比 1% 以上減少、その通りに値、ね、動きに関しても斜め右下抜いてって、ローソク的にもってとこですね。完全な切り下げではないけど、じわじわ下がっとるところですね。で冷やしていきますと、25目緩やかな右下、斜め右下の角度変わりなく、ローソク的にもじわ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 下げとるところですね。4時間足の方もね冴えないような結果を想像するんですけど、その4時間足いきますと、昨日の安値切り下げた後からはレンジっぽくなって、ずっと斜めの直線上前後ぐらい、そんなあたりで推移しながら現在来とるところですね。25との乖離はねこんだけあるんで、なかなかまだね落ち着くって状況じゃないでしょうね。正直この乖離離れたところ、もう一発食らうのか戻していくのか、これは誰にも分からんすよね。勘でしか言えんもんな。ただ長期的な目線でいけばまだまだ下がる方が多いけど、短期的に見るとここでひっついていくか離れていくか、それは分からんな、はっきり言ってな。はい、じゃあ次はリップル。週足25目右下、7目も右下、ロスも完全下抜きまして、もうってことですね。本当にねどこまで下げていくのか分からんんですけど、少なくともねこの角度右下始まったところなんだから、まだまだっていうのを想像させますわね。で冷やしいきますと、こちらも本当あれだな、 7MA ですらあれだもんな、ここが完全抵抗線になってるようなところで、ずっと右下急角度のまた本日も下げて、安値切り下げまではいってないですけど、こちらもイースタ同様にね25との乖離はありますし、なかなかあれだな、闇は長いな本当な。4時間足いきますと、こちらは逆にあれか、25で落ち着こうというか戻そうとするような動きしたんですね。昨日でもねこれ朝方から1回を触りかけたんだけど、昨日夕方またここで 7MA に叩かれたぐらい、そんなところを推移しながら現在地なんですけど、1回は一応あれなんでね、昨日抵抗を見せとんですもんね。その後がただ3円っていうだけで、まあにしてもね25の角度はまだ右下なんでね、当分やっぱ時間かかるだろうな。これひっついたからですぐ角度変わるわけじゃないし、上抜いたからってね変わっていくわけじゃないですし、週足が何よりね右下向いとんだから、やっぱり目線的には下の方がね想像させますよねってとこで、はい、じゃあ次はキャッシュ ABC。 微妙ながらも一応前日比はプラスなんですけどね、マイナス 0.5% とちょびっとしかないんですけど、週足チャート的に言うと25右下角度ついてきて、 7MA をローソク下抜いてますし、まあまあこちらもあれですわね、嫌な感じになってきましたね。もうロング持っとる人にとっては本当悲鳴のような状況で、で日足いきますと、25目右下向いて 7MA 右下、ただここ2、3日は値動きそんな大きくなくて、まあ、レンジっぽくなってますわね。前日比で若干プラスになったのは誤差の範囲でしょうね。唯一のプラスなんですけどね、これが。4時間足いきますと、そうだな、これ25は右下なんですけど、 7MA は一応じりじりは右上向いとんですね、ほんの少しですけど、この分で若干あれか、前日比でプラス計上できたってことでしょうね。それ 0.何%で一番上げたって言えるのもなかなか悲しいものがありますけど、はい、じゃあ次はテザー。当然ビットコインあるところにそんな大きな動きしてなかったら、まあこんな感じですわね。離れたって言え夜中ぐらいか、
3時とか、うん、それぐらいですね、まあ、にしてもそんな大きな動きじゃなくてビットコインがやっぱ動かんとね、時価総額的にも3ビリオン前後ほどなそこまで大きな動きじゃないから、まあ、テザーの相場に与える影響、要はドルと仮想通貨に対して、まあ、そこまでってことですよね。ニュース的な観点で言ってもテザービットフェニックスなんか最近ね、あの鳴りを潜めて静かで何もなくてステーブルコイン絡みも特にありませんっていうところで、はい、次はライトコイン。心当たりから前日比のマイナス形状が 1% 以上とちょっと派手になっていたのが25名右下向いて当然 7MA もロウソク抜いてますと、もう下げモードまっしぐらですよね。最近出てた 99MA なんかこんな角度でね、なかなか落ち着くのは時間かかりますかね、これはね。どんなもんでしょう。本日11月、年末にはちょっとあれか、数年前の年末はねビットコインヤッホーってやってた時期もあったんですけど、まあ、そこには程遠いということで、で冷やしいきますと25目右下向きかけて、特にロウソクに関してはもう4日ぐらいマイナス形状、7目も右下、当然ロウソクもその下ですと、もう何にも言うことないですよね、これだけ足が揃っとるのでね、それは下げていくでしょうね。で4時間いきますと、こちらは現在時間で安値切り下げて何があったんでしょうね。ネタ的にはよくわからんですけど、仮想通貨的なニュースはそんなに出てないんですけど、レンジっぽく来たのはね他のトークンと変わらないですけど、現在時間だな、ここで強烈にやられてるもんな、ビットコインとかそこら辺を食らってないんですけど、これで前日換算が 3% 前後ほど減少、下の方行きはそうだもんな、バイナンス 4% 以上、SV3% 弱、ステラ 4%、 そこから下行けばカルダノ、トロン、これが 4% 弱ぐらい、まあ本当アルトコインの方がやられとるだろうなというところで、はい、次はイオス。週足25目右下 7MA をロウソク下抜きまして、ここら辺みんな一緒ですね、大体ね 7MA 抜けてたところがね、これで綺麗に下げてきるって、まあ嬉しいっては嬉しいですけど、あの仮想通貨業界的には盛り上がらんで寂しいっては寂しいですけど、どっちやねんっていう感じですけど、相場的にはね意見が揃ってて楽なんですけど、で冷やしていきますと、こちらもやっぱ本当に似たような感じですね、チャート的に25はね緩やかに下向いて、7MAの右下も割といい角度、その下に少し乖離離れたところを遅くいまして、数日単位でもじりじり切り下げながら、直近の安値切り下げまではいってないですけど、に通った動きですね。で4時間いきますと25MA右下、こちらは逆にあれか、 7MA がじりじり右下下げとるんですね、水平ではないんだ、直近の安値切り下げも見えて、なんかあれだな、現在時間ピクピクなんか赤いのなんか下に伸びてったぞ、今割とこれなんか売られゾーンかな、なんかネタがあったんかな、この時間のニュースまだ見てないんでわからんのですけど、ライトコインがねまあまあ現在時間の4時間足の範囲内でやられてまして、 EOS もなんかちょろちょろ、今さっきあれだな、赤いのピクンで動いたもんな、まあそこら辺はこのアルトコインを見て判断しましょうというところで、はい、と次はバイナンス。週足25目右下、何よりね週単位で本当に下げがでかいところですね。どうだろう、ここ1ヶ月ぐらいのね上昇幅を全部なんか今週で吐き出したような感じで、 7MA も下抜きかけて、まあまあ時間の問題だろうなってところで、で冷やしいきますと、食らったなこれは、25水平やや右下、特に 7MA の右下が急角度、もう数日単位で本当階段みたいですもんね、下げ方がね、他のトークンより激しいということ、今まで強かった割には急にあれだな、すっこんやられだしたな、4時間足いきますと、すごいひどいねこれね、現在時間では当然4時間足の範囲内で安値切り下げてますけど、この25この角度ですよ、7だってこれだもんな、水平にすら差してまいんだもんね、何がどうのこうので売られてたのかわからんですけど、やられとねバイナンスがね、そんなハックとかそんなマイナス面のニュースはないんですけど、なんでしょうというところで、はい、と次は SV。 こちらも本当は夢だったのが 30MA 7MA、 そこまで角度は変わらないんですけど、ロウソク 7MA 抜きかけて、まあまあこちらも時間の問題でしょうね、 30MA のがね角度変わらんのはさすがにね、週足でトレンド変換出るのが遅いのと、あとここら辺があるのでしょうね、多分そういうとこがなくなってきたら、まあまあカッツンいっちゃうでしょうね、ただこいつはねやっぱやらかすんで再三注意ということで、で冷やしいきますと、 30MA 水平右下行きそうなところ、 7MA 右下角度ついてきて、ロウソクも乖離離れまして、じわじわ下げてますね、いけそうかなって一時期は思ったんですけど、まあまあいた仕方ないわなこれはな、で4時間足いきますと、こちらが昨日の夕方ですね、4時間足の範囲内で安値切り下げて、現在地も 7MA の直線上なんですけど、その7が右下向いとんで、直近の安値切り下げにまた近いところですよね、30からも乖離離れまして、まあ本当足がそれを綺麗に下げていくってとこですけど、バイナンス付近のこの辺りが何をそんなにやられてったんだろうなーってとこで、はい、だ次はステラ。こちらも前日換算で 5% 弱ほどやられてるのが25目右下、もう一気だな、数週間のチビチビとした貯金をこれ7目今週完全下抜くような状況になりまして、今週でほとんどあれだもんな、吐き出しとるもんな、もういかに本当この角度ついた時に勢いがすごいかというところで、冷やしいきますと、そうだな、壊滅だよなこれはな、
25は水平には見えるんですけど、この7の角度、さらにはろうそくじり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 切り下げて、25とも乖離離れてますし、貯金がある分っていうまだあれだけどな、当然下の方の足はかなり食らっとんでしょうね。で4時間足いきますと、想像の通りですね。現在時間で安値切り下げて、こちらも同じく7を水平にすらできんすよね。バイナンスに似たような状況で、全体的に割と現在時間売られポイントなんですけど、ビットコインはそんな影響を与えてないような前日比換算で、他のは割と食らってる。特に時価総額5から10位ぐらい、テザー除いたのなんでしょうねというところで、はい。とそれで最後はドル円、例によって昨日のお昼頃2時ぐらいから追いかけていきますと、短期水平ぐらい108円4銭5銭推移しとるところをじりじり下げながら、夕方ロンドン入ってもいい目出ることなく108円3銭じりじり下げてます下げてます。ただ8時とか9時こんなぐらいで短期水平ぐらいまで戻して108円4銭そっから10時11時、ここら辺で跳ね上がってて108円6銭、これで中期抜きます。でニューヨーク入って夜中2時ですか、ここでやられて108円4銭、瞬間的な安値切り下げもあって短期下抜けも見えますも、なんとかそのまま耐えて朝方アジア、この6時ぐらい、これで108円5銭6銭短期中期水平ぐらいのとこまでは戻したんですけど、その次の7時それから9時、ここら辺でまたやられまして108円3銭、さらに10時、ここで108円2銭見えました。ただその次の時間11時、ここで割と長いのつけて短期水平ぐらいまで持ってった108円4銭、そこからじりじり上昇して、現在時間では中期水平、やや上抜けそうな108円5銭。まあ割と荒い動きしとるな、ほんとな。ようわからんとこになってきましたね。引き足いきますと、そうだな、これはようわからんとこになるだろうな。短期は右下、中期は水平、その真ん中にロウソク値動きしています。それはわからんわな。意見がはっきりしもんな。特に水平付近だもんな。ここを下抜けるときは当然動きは早いんですけどね。だ期待値的な週足のところ行くとなかなかあれだろうな、綺麗には抜けていかんのじゃないかなと想像してますよね。あの期待値込みですよね。で週足行きますと、そうなんですよ、これが短期が水平に近くなったところ、中期の角度は変わんないんですけど、どっち転んでもってことですよね。こちらも短期中期の真ん中ぐらい、どっちかいやそれは短期下抜けに近いんですけど、やっぱなんといっても中期抜けが見えるとね、もう完全なトレンド変換ね、高騰が見抜けますし、逆にここ下抜いたらね、ああ終わっちゃうかってありますけど、期待値の方が勝つんじゃないかなで、まあ完全にね期待値優先で見てますけど、ここを下抜いたらもう完全ポジション解消でしょうね。日足の方でもそうですけど、逆にここのね、どうしてもね手が届きそうなところにあるもんでね、淡い夢を見ようとしてるところで、まあ、これは淡い夢では今回終わらんと思うんですかね。仮想通貨とかはね、淡い夢っていうのはあの可能性はあるんだけど、多分下行くんじゃねえかっていう仮定法に近いようなところなんですよね。こちらは現実法だもんな、勝手に現実法って言いましたけど、割とリアル的じゃないかな、まあ、なんで完全にそちら期待しつつポジションを取るような姿勢で下抜いたらさようならっていう感じですね。私的にはめんどくさいですけどね、この相場はね。はい、とそんな感じできまして、まあ、全体的に下がっててね、どれもこれもね3円状況でね、ドル円もねなんかどっちつかずのことやっとってね、意見が定まらなくなってきて、じゃあもう時価総額1位のビットコインに戻しましたけど、全体的に言うとやっぱね、特にアルトコイン現在時間ここの辺りで売られゾーンでやられとって、ビットコインは平穏を保っとるか、これでも前日比でマイナス 0.5% ぐらいなんですけど、もう特にねライトコインから下に関してはね 4% 5% とかやられて、まあまあバイナンスなんか本当にね手が出んような下げ方されとって、意見が揃っとるからまあ下げていく方向なんだから、分かりやすいっては分かりやすいんですけどね、こういうところで逆を食らって上げていくって可能性はまあまず低いと思いますし、ただこれが週足ねどんどん下向いとるところだもんで、まあまあ拍車はかかってくるでしょうね。短期的に見はこうやってね4時間とかでごちゃごちゃしながらもね、長い数ヶ月とかのスパンで見はまあどうしても下がっていくって方向ですよね。日足25水平とかね、週足7水平、そんなあたり行くまではね、さすがにあの意見のそろばん相場まではならんでしょうね。時価総額的にもねじりじり下げてますし、そんな10ビリオンとか壊滅的なやられ方はしてないですけど、まあ、どっちつかずのトークンとか意見がそろばんくなってくるような相場になってくると、ちょっと落ち着きかけるかなーっていう判断でいいんじゃないかな。私的にはそういう目線で見てますね。まあ、なんで今の状況はね、負けても売りってことですよね。そのカウンターパーティーリスクを取って仮想通貨でショートをするっていう話は別として、はい、ということでそんな感じで、以上2019年11月21日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークンにドル円の相場考察でした。そんな感じ、終わり。